しみもあり、ちょっとまだちょっとライブ活動のスタイルでかなり緊張もしておりますけれども、相変わらずですね、本日はちょっとオリジナル曲をまだ2曲用意してきました。1番目にやる曲は、サンシャインで売っていって、夢を追う曲をテーマにして作ってみました。聴いてください。
った曲ですけども、ちょっと、自作のちょっとアルバム、カドキョンギョンを作ってみました。それを着て、ちょっとやってみたいと思います。
ブルースター社員でした。じゃあもう一度盛大な拍手の方よろしくお願いします。